バガケラトプスは小さな角のある顔という意味で、角竜類恐竜の属で、白亜紀後期、8000万年前後に、現在のモンゴルに生息していた。恐竜時代の末期に出現したにもかかわらず、かなり原始的な解剖学的特徴を持ち、初期の角竜類の特徴である小さなサイズの体を持っていた。復元図バガケラトプスは、生体では体長1メートル、体高50センチメートル、体重22キログラム程度に成長した。小さなフリルを持ち、下顎のすりつぶす歯が10体しかなく、近縁のプロトケラトプスより三角形な頭骨を持つ。バガケラトプスは後期に進化したが、早期の近縁種であるプロトケラトプスよりも原始的な特徴が残っていた。もしくは二つの恐竜は似ていて、おのおの、くちばしを持つが角がなく、吻部に角のような小さな突起があった。バガケラトプスの最初の化石は1970年代のモンゴルとポーランドの科学者の共同調査隊により、ゴビ砂漠で発見され、科学者率いる2度の探検により記載された E.N. テレサ・マリアンスカ &E.N. ハルススカ・オスモールスカ。これらバガケラトプスの標本のいくつかは現在ワルシャワのポーランド古生物学研究所に収蔵されている。他の原始的な角竜類のものと並べられた様態の頭骨様態の化石は、はじめは、暫定的にプロトセラタプスコズウォフスキーと名付けられ、1990年にクティサーノーブによりブラバイセラタプスコズウォフスキーと改名されたが、現在ではバガケラトプスの様態とされるようになった。セレーノではこれらの様態のブレビケラトプスが成熟したバガケラトプスへと成長したのだろうと概想して説明した。タイプ種であり、唯一の種である B. ロシュデストビンスケイは、ロシアの古生物学者 A.K. ロジェストベンスキーに献名された。バガケラトプスはおよそ6500万年前に終焉を迎えた白亜紀の間に北米、アジアで繁栄したオウムのようなくちばしを持つ草食恐竜のグループである角竜類に属していた。バガケラトプスはすべての角竜類のように草食動物であった。白亜紀の間、被子植物は見られる場所が地理的限られ、そしてこの恐竜がこの時代の優勢な植物であるシダやソテツ及び針葉樹を餌とした可能性が高い。角竜類はこれらの葉をかじり取るために鋭いくちばしを持っていたと考えられている。ありがとうございます。